どうも皆さん、こんにちは、ゆうでございます。本日はですね、ユニクロ U の2022年新作を全部買ったので、皆さんが今すぐ絶対に買うべき第7位から第1位のアイテムをご紹介したいと思います。第1位のアイテムがマジでヤバかったので、ぜひですねこの動画最後までご覧いただければ幸いでございます。このチャンネルでは誰でも簡単に安くおしゃれになれる、安くかっこよくなれるファッションを日々提案していて、僕自身約7年間ほど SNS でトップで発信させていただき、総フォロワーは230万人いまして、このチャンネルでも2億8000万回以上再生数があり、3つのブランドをディレクションしているものでございます。日々のコーディネートで言うとこんな感じ、そしてこんな感じのものでございます。そうですね、僕ゲンジが今絶対に買うべきユニクロ U の新作の第7位から1位を皆さんにご紹介していきたいと思います。では早速いってみよう。サンプタイムはい、という本日はユニクロ U の新作を全部買っちゃったので、全部袖を通し、全部被って、全部履いて、実際に感じたぶっちゃけレビューをしていきたいと思います。さらには実際に僕自身様々な洋服を手掛けてきた中で、これは業界的に見てもマジでヤバいみたいなものが結構あったので、他では見れないレビュー、ぜひ楽しんでってください。今回のユニクロ U ってぶっちゃけですね、他のシリーズに比べてアイテム数も少なかったり、注目度的にも今年のユニクロ U ってなんかまあっていうなんかこう微妙な反応が多かったんですね、事前の SNS を見る限りなんですが、もちろんそのね全体のレビューは確かにそうでした。アイテム数も少ないし、驚きのあるようなアイテムとかが例年に比べて少なかった感じもあった。なんだけど第7位から1位のアイテム、これがねすごい良かったんです。いいアイテムがすごい良すぎて、全体はなんかまあみたいな感じだったんだけど、平均するとまあすごい評価がだだ下がりなのかというとそうではないかなとは思いました。なんですが、この流れがずっと来年も再来年も続くと、ユニクロ U の盛り上がりっていうのも減少してきちゃうんじゃないかななんていうふうには思いました。ということで大変お待たせしました、2022年 AW ユニクロ U で絶対に買うべきアイテムランキング第7位がこちら、1000カラーコートでございます。これねめちゃくちゃ良かった。まずですね、今回ユニクロ U からリリースされたコートの中でも比較的シンプルな方です。なんですがシンプルだからこそかなり着回しがしやすいのと、結果的にこういうアイテムが評判良かったりするんだよね。でしかも大きくトレンド性のあるようなデザインではないからこそ、今年来年再来年と長くずっと使えるようなそんなアイテムだなと思いました。こちらレディースのコートなんですけども、僕 L サイズ買ったんですが、めちゃくちゃいい感じのシルエットでした。なんならちょっと大きいぐらい。それが今季のトレンドのオーバーサイズの雰囲気も相まってめちゃくちゃかっこよかったです。ちょっとね着ていきたいと思います。ちなみに今着ているこのブルゾンは ZOZO タウンで、ありがたくも今一番売れているショートモッツブルゾンでございます。めちゃくちゃかっこいいと思うんですが、こちらもですね下の概要欄にリンク貼っとくので、ぜひなくならないうちにチェックしてみてください。こんな感じのコーディネートで使えるアイテムでございます。ということでこの線からこと着ていたいと思います。はい、ということで来ました。めちゃくちゃかっこいいんですよ。しかもレディースだからといってボタンの位置が逆かというとそうじゃなく、メンズのコートと同じく右にボタンがついてるので着づらいとか全然そんなこともないです。でこれのねコートの良さが、僕は最大にあるのが生地なんです、素材なんですよ。これね写真上では気づきづらいと思うんだけど、店頭で見てみてください。今回ユニクロ U からコートが結構中心になってくるんですが、結構アウターがリリースされてるわけですよ。で一番このコートが素材いいです。というのもコットン 100% なんですけども、普通ねコットン 100% で光沢感を出した素材って基本的に硬くなっちゃうんですよ。なんで光沢感を出すと硬くなる、光沢感を出さないと柔らかくなる、そんなねイメージ感で持ってもらってもまあいいんですけども、これツヤ感と光沢感がありながら、そして肌素材も超滑らかでありながら柔らかいんですね。ぬめり感があるんですよ。というのも以前紹介したオーラリーの金額帯もものすごい高いブランドなんですけども、その分めちゃくちゃいい生地使うんですが、こちらねコットン 100% で、まあ、今改めて触ってみるとすごいなと思うんですけど、すごいねぬめり感もあって光沢感もあって、しかも柔らかいんです。これはめちゃくちゃ生地高いの。実際に自分服作りしてから分かるんだけど、これめちゃくちゃいい生地なの。なんで皆さんがコットン 100% って聞くと、中にはシワになりやすくて硬くて素材感も安っぽくて全部コットン 100% だとダメなんでしょって思ってる方いらっしゃると思います。それはまだまだ洋服全部見てないからです。コットンの世界は広いんです。でそうした中でこのコート、オーラニナの素材までとは言わないけど、今回のリリースされているアウターの中でぶっちぎりに
素材感いい。とんでもないこれ。着てて軽やかで、すごいんですよ。これこの先、カットソーの上からでもいいし、ニットとかね、パーカーとかでもいいし、結構厚手なものを着て長く着ていきたい。で、しかも、スタイリングを選ばない格好さがあって、これね、いけてるでしょ。かっこよくないこれ。うん。めちゃくちゃかっこいいんですよ。僕の過去のステンカラーコートの購入とかはこちら。っていうようにかなりステンカラーコートって秋冬春と長く使えるので、値段は9900円とこのユニクロ U の中でも比較的高いです。なんでちょうど1万円ぐらいでいいステンカラーコート探してたんだよなって方、これね結構早くなくなりそう、個人的にそう思うっていうぐらいかなりいいアイテムでした。今までユニクロ U でステンカラーコートでリリースされてたけど、いっちゃんいいステンカラーコート、すごい。内ポケット2つあるよ。着丈も身幅もめちゃくちゃいい、袖の長さもすごい。これはね、はい、絶対買いです。下の概要欄にリンク貼ってあるのでよかったチェックしてみてください。そして続いて第6位がこちら、2つございます。メンズのですね、タートルネックニットとフォアスウェットトラックジャケット、これがねかなり良かったです。まずですね、こちらは店頭ですね、最大のサイズが L サイズしかなかったので、本来であればもっと上のねサイズが欲しかったんですが、我慢してね L サイズを購入しました。まずニットから紹介していきたいんですが、これのね良さが素材感と首ネック部分ですね、これがめちゃくちゃ良くて、まず素材感なんですが、こちらウール 100% です。でウール 100% の中でも 19.5 マイクロンかなり細い糸を使いながら、非常に重くなりすぎない程度にアイテムを仕上げているんですね。今回ね全部僕がね着用する際にあえて T シャツで着てみたんですよ。それはなぜかというとチクチクするかどうか考えて、長袖だとねチクチク具合が分かんないから着用してみたんだけど、ものすごくチクチクするかというとそこまでしなかったですね。袖の部分に関しては、首に関してはもうほとんどしない、かなり着やすい。ウール 100% だけれども肌への当たりはかなり優しい方だなというふうに思いました。であとは薄くて軽くてなおかつウール100だからかなり暖かいっていうところなんで、結構重めなずっしりとしたニットが苦手だよって方もいらっしゃると思います。着れるシーズンもね限られたりとか、あとは映画館の中で暑いけど脱げないみたいな、けどこれは結構早い段階から着れるし、上品な見た目でシンプルにかっこよかったし、めちゃくちゃおすすめです。はい、ということで着てみました。現時にしては結構ねタイトなニット着てるなと思う方もいらっしゃると思うんですが、僕もサイズアップして着たかったんですけども、どうしてもねオンラインしかなかったので L サイズを着ています。でね、このいいところこの首なんですよ。ほら新鮮じゃないですか。結構僕らってユニクロとかでのシンプルなねタートルネックニットにちょっと秋が来てる感じが中にはいらっしゃると思うんですね。なんですけども、これであればネックをね立たせて着ることができるので、かなり新鮮な見え感になるんですね。なのでアウターとか着た時に横からちょろっと見える感じ、首元にレイヤードできる様がかなりねかっこいいなというふうに思いました。いいですよね、めちゃくちゃかっこいいと思います。なんでサイズアップして着るのがねこう楽しみになるような、そんなアイテムですね。首を寝かせるとこんな感じなんですが、モックネックぐらいの感覚で着れるのも可愛らしいポイント、そしてこのニットの良さの一つかなというふうに思いました。で素材感がねやっぱなんかこう軽いから、仕事するときとか勉強するときとかに苦じゃないというか、過ごしやすいってところも一つポイントとしてあるのかなというふうに思います。でしかもこのオリーブの色味がなんかこうくすんだグレーのも見えるし、絶妙なんですね。かなりいいカラーです。でそれをですね同時にブラックも購入しちゃいました。価格はなんと3990円とめちゃくちゃ安いし、ウール 100% でありながらこの値段まで抑えられてマジですげえことなんで、ぜひこちらもですね下の概要欄にリンク貼っておくのでよかったらチェックしてみてください。もう一個ですね、先ほどご紹介したボアスウェットのこちらのアイテム、これもねめちゃくちゃ良くて、なんかさ皆さんの中でそこまで気合い入れておしゃれしたいわけじゃない、そういった日でもないんだけど、寒い中近くのカフェ行って仕事したいんだよなとか勉強したいんだよなとか作業したいんだよな、でもあったかさがしっかりとありながらちょっとこうおしゃれに見えるようなアイテム、そんなアイテムで近くのコンビニやらカフェとか行きたいんだよなって思ってるそこのあなた、これです。これが解決の糸口です。というのもこれですね、素材としてはコットンが79%、21% ポリエステルからなる素材感なんですけども、ポリエステル 100% だとここまでね見た目の表情感が綺麗に作れないんですよ。なのでポリエステルを入れてることによってちょっとこうツヤ感のある、ちょっと光沢感のあるような仕上がりになっています。で見た目の表情感かなり綺麗じゃないですか。なんですけどこの大事なところは、冬に暖かい、もう秋じゃない、冬に暖かいスウェットもしくは楽なジップのアウターやウェアが欲しいんだと。でそんな時にこれものすごく暖かいし、非常に生地感もがっしりしてるんですね。なんでスウェットならではの暖かさやがっしりとした雰囲気、存在感がありながらも見た目の表情感はかなり綺麗めなツルッとした表情感になってるっていうのがめちゃくちゃいいなって思いました。あとはこれベースにしてるのがミリタリー系のトレーニングウェアをベース
ースにしてるんじゃないかなというふうに思います。何よりねいいのがこのスタイリングの変化になるような首のかなりハイネックなデザイン、これがねコートを着た時とかアウターを着た時にめちゃくちゃかっこよく見えるんですよ。例えばガンということで、先ほどのね第7位に紹介させていただいた線カラーコートにフォアスウェットトラックジャケットを着用してみました。この組み合わせがかっこいいんだよね。ボタン式の線カラーコートにこのジップがめちゃくちゃかっこいいです。こちらのねコーディネート、これはですねスタジオニコルソンの約10万円のコートにマルジェラのドライバーズニットの確か15万ぐらいのアイテムを着用したコーディネートなんですけど、合計25万円ですか。ただこれはトラックジャケットは4,990円、安すぎる。でコートが9,990円なんで1万5000円でできたんですね。こちらは25万、こちらは1万5000円、えーぐいです。かなり服好きの方とかが率先してね取り入れたくなるようなそんなアイテムですね。でこういった軽めのコートでもいいし、ちょっと重めなこういったガチ冬コートの下に差し込むのもかっこいいですね。冬が楽しみになってきた皆さん、こんばんは。現時早めに冬やらせてもろってます。いいね、かっこいいね。どんなアウターの下にも着たくならない。皆さんが着てるコートの下に絶対着たくなる。服好きの方はこのスタイルにかっこいいもん、いい感じ。そしてネックバカ高い、これもですねなんと4,990円で買えるので、ぜひこちら早めにチェックしてみてください。こここうだったらなっていうところで言うと、ダブルジップだとねスタイリングの変化もあったりとか、あと座った時にこのお腹がポコッとしない感じがかなり良かったんじゃないかなと思うので、ダブルジップであってほしかったっていうところがあります。あとジップもね結構 YKK のジップを使ってるんですけど、マットな質感のちょっと安っぽい素材感なので、これがもう少し高級感あるようなね素材感だったらもうちょっとね評価が上がったかななんて思います。とはいえいいアイテムですね。裏起毛がされてあるので非常に暖かいです。あとは表にねポケットがもちろんあるんですよ。この裏にもこの表のポケットを利用して内ポケットみたいなものがあるので、それもねかなり機能面的にも助かるところだなというふうに思いました。ちなみに今僕が着ていたコート、これはねウィムの新作の今後リリースするコートですので、ぜひ楽しみに待っててください。そして続いて今すぐ絶対に買うべきアイテムランキング第5位がこちら、ユーティリティショートブルゾン。これね思った以上に良かったです。で今回僕 L サイズ買ったんですが、店頭でも試着して、で事務所でもね試着し直して、ふと冷静になって思ったのが M サイズでも良かったかななんて思います。着丈のね短さっていうところが多少気になってワンサイズアップしたんですけど、袖がね結構長いんですね。なんで袖の長さのことだったりとか、あとは全体的な身幅のことを考えると、意外とね着丈の短さを考慮してワンサイズ上で選ばなくてもいいぐらいの着丈以外がかなり大きい、そんな作りとなっております。でこちらですね、おそらくなんですがイギリス軍ベースのフライトジャケットをベースにして制作されたアウターとなっております。ユニクロ U、 そもそもクリストフ・ルメールのデザインチームがユニクロ U をユニクロと手掛けてるんですけども、そのですねルメールはですねここ最近特になんですがワークだったりミリタリーをものすごく意識してアイテムのデザインを起こしてるんですね。それは昔からそうなんですが、ここ最近特にそうなんですよ。で結果的にそれがですね国内のブランドでも反映されてね、今着てるアウターもリドムのアウターなんですが、ヴィンテージのワークジャケットをベースに制作してるんですね。っていうようにどこかいい意味で、ものすごくいい意味で土臭くワイルドなね非常にカジュアルなアイテムをどう綺麗にバランスよくアイテムを残すか、そして格好を着れるかが今この2022年の一番かっこいい価値観につながってるんですが、そうした中でこれはカジュアルでありながら結構着回し力が効くアイテムで、しかも着るだけで様になる感じがものすごくいいなというふうに思いました。はい、ということで着てみました。いかがでしょうか。かっこいいでしょ、めちゃくちゃかっこいいよね。やっぱり存在感がある雰囲気がねたまらないんですが、なんですかやっぱり袖の長さがねちょっとこう指先がギリ出るぐらいのサイズ感で、ワンサイズ下のサイズ感に着てもよかったかななんて思います。なんですかねやっぱり裾周りを見るとこれが一番いいんです。裾の長さが M サイズね、こうワンサイズ下げるとここがもう少しグッと上げて、今ご覧いただいてる映像を見てください。このパーカーとのさバランス感めっちゃいいでしょ。からインナーにこう着込むこと考えたら L サイズだけど、早い段階からカットソーとかねロンティーの上から早く取り入れたいなって場合はちょっとねサイズ感 L サイズだし、皆さんがオンライン上で買うとき、もしくはなんなら店頭で買うときも結構悩むんじゃないかなと思うのがこのアウターですね。このサイズ感めちゃめちゃ難しい。でこのつながりちょっとねバッドポイントを言うと、若干ねこのアウター縫製がねやや雑な感じがしました。結構7、8年前とか9年前とかそれぐらいのユニクロの縫製の雑さってところが感じたんですね。結構意外だったんですよ。ものすごくここ最近はユニクロのね縫製レベルも上がって、すごいねここまで徹底したクオリティを縫製で持ってくんだというふうにここ最近の購入品レビューでも言ってましたが、これに関しては縫製が汚かったんですよね。意外だなというふうに思いましたね。なんですがそのサイズ感難しいっていうことと、あとは縫製がやや汚いっていうこと以外はめちゃくちゃいい。この色味超かっこいいよね。ネイビーの中に感じるやや落ち着いたブラックな雰囲気だったりとか、あとはこの土臭いこの素材感、これさ非常にこう今のねカジュアルトレンドを物語ってるようなそんな素材感ですね。あとはこの小さいねポケット、この
のキーケースだったりなんかエアポッツだったりなんかいろんなものがね収納できちゃいそうなポケット、そしてフラップがついているこの上からもそして横からも入れられる、でしかもこのポケット同士は結合されてないので合計4つのポケットと5個目のポケット、そして6個目7個目、すごいもうバッグいらずな機能面的な良さがあるし、はい、そしてさらにですねこの首元がチンストラップっていうんですけども締めれるんですよね。結構ここ最近このチンストラップで締めるようなデザインって結構トレンドで、いろんなね国内のデザイナーズブランドとかもそれをデザイン残してますが、その仕様がユニクロ U でできちゃうという感じね。それがかなりかっこいいなというふうに思います。袖をねまくってみたんですが、基本的にクラジと同系色なのでちょっと色の改良あるんですけども、袖の長さ長いなと思ったらまくっちゃうのも全然ありなんじゃないかななんて思いました。こちらのアイテムの価格が9990円とかなり安いので、1万円ってことを考えるとそこに2000円3000円もしくは5000円足してドドタウンとかで他のアウターを探すぜって方もいてもまあまあまあおかしくはないかなとは思います。あとねこれわざわざ話すようなことじゃないんだけど、裏地がめちゃくちゃいい生地使ってんの。というのもユニクロってさ基本的に価格抑えたいじゃないですか。裏地とか昔はまではケチってたんですよ。なんですけど今回このアイテムで使われてる裏地があえてコットン100のやや起毛しためちゃくちゃいい生地使ってんだよね。普通だったら裏地に使わないような生地をあえて使ってるこの感じもユニクロ側のそしてユニクロ U 側の意地とプライドっていうのが見えた、このアイテムレビューには絶対に触れなきゃいけないようなそんなポイントだなというふうに思いました。わかるかなこの表情感、肌触りもすごくいいんですよ、ふわっとしてる。そして続いて第4位がこちら、ベルデットタックワイドパンツ。これレディースのパンツなんですけどめちゃくちゃ良かったです。シルエットとこの素材感とこの色味かなりかっこいいです。ルメールといったらねこういったベルトのデザインをパンツだけではなく結構ねアウターとかでも取り入れていて、ルメールのアウターを2つ持ってきました。この袖口にね同系色でかつ同素材同色のベルトをね袖に取り入れていたりとか、着丈がちょい短いこちらも同様に反映させていたりとか、そういったデザインが多いんですよ。この2つのね、アウターもめちゃくちゃかっこいいわけですが、そうした中でもうほんとルメールから出てる、これルメールってね勘違いしてしまうかのようなそんなデザインのパンツを購入しました。タックがね入ってるんですけど結構ね深めにタックが入ってるんですよね。指のね第一関節が結構隠れるぐらい深めに入ってるので、ウエスト周りは細く太もも周りガツンと太いままテーパードはそこまですることなくずっと太いパンツが入れされていたわけですよ。なんでシルエットがバカいいのと、あとは綺麗めな例えばユニクロとかで感動イージーアングルパンツとかね、そういったシワにならないつるっとした表情感のパンツだよみたいな、ああいった素材感って正直今飽きられてるわけです。なのでその無骨なねしっかりめの素材感がかなり良くて、結構ねレディースでも人気な素材感でめちゃくちゃいいですね。これぜひおしゃれメンズに履いていただきたいそんなパンツでございます。色味もいいよね、色違いでね買いたくなっちゃったそんなパンツでございます。でその他のユニクロ U のパンツでかなりいいのがあったんで、それに関しては後日アップするのでぜひチャンネル登録してお待ちください。チャンネル登録済んでない方、このチャンネルはこれ以上なくファッション情報が濃く分かりやすく発信してますので、チャンネル登録しないのマジで損だからよろしくお願いします。はい、そして続いて第3位、ニットストール。これマジでやばい、これ本気でやばい。色味もいいし素材感もいいし長さもいいし、これね正直やばいわ。このストール、ストールって何って思った方分かりやすくはもうマフラーです。でこれね何がやばいかって、まず素材について話していきたいんですが、せっかくであればさ温かい方がいいじゃないですか。でこれウールが入ってるんですよね。ウール100だとどこか重たかったりとか、あと首周りで巻くものなんで多少ね柔らかさとかもあった方がいいじゃないですか。あと純粋にウール 100% とかにしちゃうと結構ね高くなっちゃうので、ユニクロ U でリリースするんだったらウール100ではなくアクリルとかね入った方がいいので、アクリルを入れてるんですよ。で 25% ナイロンが入ってるんですが、これのまず素材のすごいところがアクリルの柔らかさがしっかりとありながらウールが 30% も入ってるってことなんですね。で業界の方とか確かにこれやばいなと思ってくださると思うんですが、ウールが 30% 入った上でこの洋弱で作り、価格が2990円で抑えられるんですよ。じゃあもう他のブランドどうすればいいのという話ですよね。これ2990円ですよ。でめちゃくちゃ肌触りもいいし、でしかも暖かいんですよ。ローゲージなこともあり非常にこう伸びも柔らかさもしっかりとあって、で色味も抜群じゃん。えぐいよね、エチパないんですよ。でこの感じでしょ、かっこいいな、かわいいしおしゃれだし、でしっかりとたっぷりと長いので、マフラーの掛け方といったらこれっていうような巻き方がこれなんですけども、非常にね存在感たっぷりで、今までのユニクロで売られているマフラーって薄いしペライし短いし細いし
もう何このマフラーみたいな、いやもう安いから買うけどさみたいな、そんなマフラーだったんですけど、これはもう素材がめちゃくちゃいいし、色味いいし、しっかり長いし、で他のブランドには引けに取らないクオリティだし、めちゃくちゃいいです。これ正直言うと買わない理由がないですね。はい、というより首元にしっかり巻いてみたんですが、全然負けちゃうんですよ。昔までのユニクロだったらこことここもう限界で超短いんだけど、しっかり負けちゃうんですね。でしかも余裕があるぐらい、これねすごいいいマフラーですよ本当に。でしかもね、この色味だけじゃないんですよ、いいのは。このさ、わかる、これなんて色味なんだろう、ダークオリーブなんかな、わかんないけど、非常にミリタリーを彷彿させるような色味がゴンゴンにリリースされてるわけですね。これもさ、クリーミーな色味でさ、すごいいいの。だからさ、僕が今着てるねアウターのブランド、ウィムっていうブランドからも実はですね、めちゃくちゃいいマフラーリリースされるんだけれども、とはいえね、ユニクロ U の中でどうしてもマフラーが欲しいっていう場合、これね結構おすすめだから、結構販売が早いんじゃないかななんて思う、それぐらいいいマフラーでした。リリースと兼用なので、女性の中でも結構話題になりそうなアイテムだから、もし早めになくなる前にゲットしたいって方は、今日とか明日とか今週中には1本押さえていってもいいんじゃないかなというふうに思います。はい、そして第2位、これドローストリングショルダーバッグ、やっぱりこれ最強でした。これわずか2990円っていう超安い価格で買える今が旬のバッグです。これめちゃくちゃいいです。今ねこういったちょっとデカバッグが人気なんですよ。でこういったデカバッグをカジュアルなスタイリングで合わせてもいいし、きれいめなスタイリングにカジュアル要素をプラスする部分でもいいし、ジグサンダーのねレザーのスクエアバッグのトレンドがやや落ち着いてきて、トレンド的にも気分的にも、そして新鮮なスタイリングを組みたいっていう服好きの需要にも相まって、かなり可愛く、そしておしゃれなバッグなんですね。でしかもこれがさ、物がめっちゃ入るんですよ。内ポケットもしっかりとあって、ここに物も入れられて、で閉めた時にこのコードがですね、垂らすじゃないですか。そうするとなんかちょっとスタイリングのねアクセントにもなって、プランプランしてるのが可愛いみたいな、可愛いんですよ。とにかくこれがいいんですよね。でしかもこれが2990円で安さで買えるから、前回のリリースの時に速乾したので、前回の時に持ってきたんだけど、目立ったね仕様の変更点はないです。長さも先ほど比べたんですけど、ほぼ長さ一緒でした。で若干表の素材感の雰囲気は変わってるかな、ポリエステルコットンの素材なんですよ。なんでその良さとしてあるのが、コットンのナチュラルな風合い、これもコットン素材なんですけども、コットンのナチュラルな素材感にポリエステルが入ってくることによって、つるっとしたきれいめな表情感に仕上がるのがいいところなんですよ。でかつこの色味ですね、これは SS なんでないんですけど、僕が今着用しているオリーブだったり、あとはブラウンね、あとはちょっとナチュラル気味なオフホワイトと安定的なブラックがあるので、色の選択肢が増えたってところもめちゃくちゃいいので、結構ねオーバーサイズのアウターとかでも結構長めに伸ばせるので、コートだったりとかオーバーサイズのニットとかパーカーとかブルゾンとか、その上からラフにきつくないんですよ。斜め掛けできるのが非常に可愛いし、カップルとかでシミラールックとかでお揃いでね買っちゃっても全然いいんじゃないかなと思えるような、そんなアイテムでございます。これが第2位でございました。そして栄えある2022年ユニクロ U で絶対に買うべきランキング第1位がこちら、フーデッドコートです。ウェイヤーウェイヤーというのですね、これね金額は 12,900 円とユニクロ U の今回リリースの中ではトップレベルに高いです。なので金銭的に余裕がある方とか、今から説明する僕の話だったりとか、実際ね映像とかも撮ってるんで、その雰囲気に惚れましたら、そして金額等も考えまして、これは買いだなと思ったら早めに買ってくださいっていうぐらい非常にいいアイテムですぐなくなりそうです。でこちらですね、一見アメリカではなくヨーロッパ系のミリタリーコートをデザインソースにしてるのかなっていうふうに思ったんですが、しっかりといろいろ見ていくとですね、40年代のアメリカのミリタリーコートをベースにしていることが絶対というわけじゃないんですけど、こちらのね画像とか見ていただければ分かるんですが、かなりリンクしているところがあるので、しっかりですねヴィンテージのアイテムを掘り下げて掘り下げて、実際にアイテムを起こしてんだなというのが、かなりねルメールらしいなというふうについね興奮してしまうような瞬間でもありました。でその40年代のアメリカのミリタリーコートを当時そのヨーロッパもかなりインスパイを得てねデザインを起こしてるので、結構古着好きの方もうなるようなね、そんなアイテムなんじゃないかなというふうに思います。ということでちょっと早速着ていいですか、めちゃくちゃかっこいいから。はい、ということで着てみました、いかがでしょうか。はい、非常にね着るだけで雰囲気がグッと上がるようなそんなコートなんですけども、今回のリリースのアイテムを通して非常にミリタリーだったりとかワークをねデザインソースにしてるアイテムを結構、ね、感じていただけると思うんですが、これは一番それを象徴するかのようなアイテムなんで、もう振り切ってますね。締めるとねこんな感じなんですが、もうね雰囲気たっぷりだよね。でしかもこの今ついてるフードとかも取り外せるんです。今取り外してみましょうか。ダンダン
ました。はい。取り外しました。クルリンパーなんて言ってますけどもね。これのコートの良さとしてあるのは、いろんな着方ができるわけですよ。こんな感じでね。まずは上まで締めたスタイリング。そして開けて、首だけを少し寝かしたスタイリングだったりとか、さらには、このようにジップを全部開けたスタイリングだったりとか、さらにはこの袖ね、絞れちゃうんですよ。袖をボタンで止めれば、またちょっと違った横側の見え感になり、かわいいね、この袖のシルエット。で、なおかつ、ジップ開けた状態で首を立たせるのも、なんかこう雰囲気があるし、めちゃくちゃワイルドだし、ウエストのね、コードがあるんで、そこをね、締めて、ちょっとここら辺、絞ってみても可愛らしいし、さっきも外しちゃったけど、フードをつけてみてもいいしという、もうなんか、今年のミリタリーコートユニクロ U でいいんじゃねみたいな。結構今年気になった方多いと思うんですよね。ショートモッツすごくゾータウンで人気なんですけども、ということは結構ミリタリー系のコートも気になっている方多いと思うんですが、ゾータウンとかで1万5000円とかで出して、ミリタリー系のコート買うぐらいだったら、なんだったらこのユニクロ U のコート買った方がいいじゃん。カラー展開も豊富だし、いいよね。でさ、ポケットもこの上側なんで、手のやり場に困るんですよね。ここに入れてもいいし、ここに入れてもいいし、しかもかなり深みに入ってるので、容量にも困らないし、内ポケットもしっかり存在するしという。第7位のコートの方が好きだよって方も、まあ、全然いると思うんだけど、今回ユニクロ U なんか、ひときわ個性があるアイテムだし、こういったアウターを着たかった気分なんだよねって方もいらっしゃると思うから、そういった部分では、かなり印象的だぜってところも含めて、第1位に選定させていただきました。あと、語ってないところで言うと、こちらバックサテンの生地で、こういったね、モッツコートとかって、いわば素材感がものすごくがっしりとしている、着づらいね、コートを皆さん想像される方も多いと思うんですが、非常にこう緩めな、ちょっと柔らかい素材感なんで、着やすいし、動きやすいし、過ごしやすいし、なんか電車の中だとしても窮屈にならない感じっていうのがいいなというふうに思いました。はい。ということで、本日はですね、ユニクロ U の2022年秋冬で何を急いで購入するべきなのか、そしてなぜおすすめなのか、それをですね、皆さんにご紹介させていただきました。後日、その他のアイテム、ランク外ではあったものの、捉え方によってはめちゃくちゃいいアイテムなどがあったので、それをですね、アップしたり、第7位から第1位のアイテムを使ったスタイリング動画もアップしていきますので、ぜひぜひ、まだチャンネル登録をお済みでない方は、ぜひチャンネル登録していただけると幸いでございます。そして、高評価もしていただけたら、すげえ嬉しいです。全部買った金額が脳内から忘れます。そんな感じです。では次回の動画でお会いしましょう。以上、現地の動画でした。ありがとうございました。